ってなった。こんばんは。TikTok コメントしてありがとう。ワイワイです。さあハートリー、さあ25日ゆっくん出るな、嬉しい。雰囲気めっちゃゆっくんの。ワイワイです。さあハートありがとう。ちなみにうちのリビングはよくね、あのね、いろんな家具がいろんなとこにあのね、よく模様替えするから。こんばんは。ソファーも前まであっちに置いてたりしたんだけど、こっちになって。今こんばんやっほー。全然お嬢様じゃないですよ。隣にマミがおる。ママのセンスがいいだけなの。こんばんは。けどユナもマミ好みのい、あのに育ったから、家の雰囲気も変わる。こんばんは。けいさんこんにちは。ゆうはね、ちょっとね、明日超早起きなんです。朝から撮影があるんです、遠くで。こんばんは。だいぶ感じが違う。変。おはやかわ。ゆくん、たい焼きありがとう。やってよりかわいいなって。頑張る。こんばんは。キーホルダー、え、ユノも今回のグッズさ、可愛すぎてさ、ユノも買おうかなと思ってます。ユくん可愛いです。ありがとう。こんばんは。ゆめかちゃんケーキありがとう。みなてしくん、たいきありがとう。みなめかわいいだって。ありがとう。初めて TikTok 画面で成功した。おめでとう。こんばんは。そっか、初めてだったか。こんばんは。うん、自分のやつを。こんばんは。こんばんは。いけてたよ、いけてた。暗くない？絶対消した方がくない？
コメント間に合わなかった。リアルバイクこっちだよ。25日申し込んでありがとう。あなたのお姫様にしてください。ママが電気をパチパチしてる。もうやめて。ゆっくんハートありがとう。こんばんは。落ち込んでるファンを元気にする魔法、笑顔開花。こんばんは。ワイワイテージさん、ハートありがとうございます。こんばんは。ネックのうち広くないです。普通だと思います。ワイワイデイジさん、ハートありがとう。こんばんは。見送りずれしちゃった、あゆくん。ごめんね。ワイワイデイジさん、ハートありがとう。TikTok の企画がだんだんコメントするの味が、惜しかった。今日ゆくんも悔しかったあー、特に6番目の方なんて心が痛いです。もうけど落ち込まないでください。今日のファッションのポイント、これは大学でこの服を着てた方がいて、多分ユナよりも上の先輩なんですけど、見てかわいいってなって、これあっ切っとるね。なんかね、このこんな感じで。これをね、蹴って日傘さしてて、こうやってかわいいってなって。こんばんは。けどそのどれぐらいか前かにみゆくんもね、あ、一緒に遊びに行った時なんかこんなモコモコのやつ着けてて、夏やのに暑くないとかなんか言って、こんばんは、かわいいけどなんか変わってるなみたいな話してたんですけど、あのそんなことも忘れてて、あのこの大学の先輩の人がさ来てたの見て、かわいいってなって調べてみたらたまたま出てきて、こんばんは。で届いた、ネットで。泉田愛さんもありがとう。たゆきありがとうございます。いやこれね、 T シャツやんて、普通の全然ラフな感じ。下はジーパンで、今日ラフファッションですよ。全然お嬢がつけてそうじゃないですよ。こんばんは。昨日のね、あの5人公演の生写真
リリリムジンのポーズが。使われてたみたいで。めっちゃカジュアル見た？カジュアルパーティーかわいい、ありがとうございます。そうそう、集合の少ない方が。リンリンソング、休日バージョン、はい。またまばめに。今日はね、チートデイだったので、フルーツ食べたんです。3週間ぶりにスイカ、パイナップル。選ばれし5人の方が犬のセンターで、それで満足しちゃって、並んだね。だからその写真はモアメにあげようと思います。パイナポー食べた？カットパイナポー食べた、一緒だ。で、3週間ぶりにね、ご飯も食べたんです。お外、明日のお仕事外じゃないです、撮影なので。頑張ります。まあ、撮影自体すぐ終わるので、けどね、遠くの撮影なので。そう、3週間ぶりに糖質というかちゃんとした、グラビアデビュー水着じゃないです、明日の撮影。また仕事頑張ってね。白ご飯写真食べた感想、美味しすぎてなんかふりかけご飯が食べたくなった。白米だけじゃない、甘いものも我慢してたんだ、フルーツも。食べていいもののが少なかった。まあけど明日からもだけど。肉と食べていいものは完全に食べて、肉ときゅうりとブロッコリー、豆腐とかかな。MV じゃない、 MV じゃない。こんばんは。俺もすごいなっちゃった。お、こんばんは。今日ゆなの試験のりと卵のりかけ、懐かしい、なんで覚えてるの。学校変えました。違うことは違う、たっきり言うゆなの。けどね、ちょっとね、一
やか同時進行にしてるって言ってたでしょ。でね、ちょっとね、もうね大変なんだよ。こっちを取ったらこうしないといけないし、でもこっちを取ったらこうしないといけない、バランスを取るのがもう全部が大事なことだから、なんて言うんだろう、もう本当にさ、なんでこんな同じ日にこんな被ってんだろうっていうぐらいね、同じ日じゃないけど同じ時期にちょっとどうさ乗り切ろうか、まあ作戦考えてるんですけど。こんばんは、話しまして、健大さんありがとうございます。ポニーテールというか下くくってる。そうそう、何もできないけどうまくいくよう願ってもありがとうございます。けどもう多分分かった頃には、あ、そんなことしてたんやゆくんって思うと思う。多分びっくりすると思うな、本当に腰抜けると思いますけど。ごめんね、毎日最近腰抜けるって言ってて、けどゆなも腰抜けたから本当に覚悟しといてください。そう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 、テレビを消したらなんか暗くてちょうどいいんですよね、テレビの光が。何チャンネルなんだろうこれ。気になる娘2人に同時誘われた感じ。いや今は3つのことやってるんです、同時に。受験さんこんにちは。3つの「パンジェラモンスターさん」「桜餅さんありがとうございます」けどさ、あのよく考えたらさ、学業もあるから4つ同時だよね。増やしてて、なくんすごい、だってありがとう。なんで初見ですって書いとくの？こんばんは。ふみかちゃんお星様ありがとうございます。明日は月曜日ですね、お仕事、学校頑張りましょう。自分のためになるの役割ってけど、はい。言って TikTok で取り留めしてる。来週なくのグローブで草野球。月曜日は何の日？
6月8日何の日なの？土曜日。いつ頃なんだろうけど、7月中には全部解禁するんじゃないでしょうか。コーチくん、ハートありがとう。コーチくん、ハートありがとう。先は長いな。あっという間と思う。だって来週の公演終わったらもうすぐってことでしょ。こっちくん、ハートありがとう。タイムマシンなんていらない。壮大すぎるプロジェクト、壮大すぎるプロジェクトよ本当に。コロくん、たゆきありがとうございます。え、ねえ、下半期、下半期になっちゃうけど、もう下半期からもういいな、ほんまに。ガンってなっちゃうかもしれん。こんばんは。そうだよ、腰抜かすレベルやから。君は僕だ、そばにいるとわかる、みんなのように。あちゃちゃんだ、かわいい、ありがとう。来週土曜日の声申し込んだけど、さすがに2週連続で働きが足りますように。まだ4ヶ月なの？びっくらねえ、思い出いっぱいだね。けどそういうのも積み重なって、なんか皆さんと一緒に頑張った期間があったからこそ、なんかその下半期は、上半期はなんかその頑張りのこう貯蓄じゃないけど、こうエネルギーダメって感じで、下半期にバーンって爆発できるように。こんばんは。3ヶ月後ね、誕生日だよくんの。キャー、こんばんは。ヘアピンって、ヘアピン、うん、入ると思うよ。こんばんは。20歳だよ。やばい。20歳。あ、そうだ。あれ、去年のね、生誕祭の装飾届いたんです。上にね、飾ったんです。自分のお部屋に。今日そっちで配信しようと思って。見てもらおうと思ってたんですけど、ちょっとここの画角もいいから、今日はちょっとこっちにして、また上でやりますので、楽しみにしててください。もう超かわいい。お花は玄関に飾りました。自分は足登録の中に書いても180日くらい。そっか、もっとね、立ってる風に見えるね。かわいい、ありがとう。今年も生誕祭あるのかな。あるく、最近透明のアンスポイリットって、
だ学生なね、言ってたの。今年の生誕入ってほしいにゃん。あっちゃちゃん、ハートありがとう。そうそう、下半期はちょっと開花しちゃうかもしれないって姉ちゃん、こんばんこんばんは。ゆののさ、スタンド立てみたいな、かわいいですよね、今回のグッズの。絶対ゲットしたいなって。今年も生誕の前日に珍事配信するんかな。去年僕はそこで言うのの話は、あの長い配信の時だよね。すごいよね、そん時し、すごい運命ってすごいな。あー落ちちゃった。新しい靴全部可愛かった、やった。そうそう、青い月のやつ。こんばんは。あれしてなかったよね、ネビも知らなかったと。やばー、嬉しい。今年もやろうかなと。ひなのモチベが折れずに笑顔でいてくれて俺は生きていく。嬉しい。皆さんがいてくれてる限りひなのモチベは一生折れないので安心してください。ふっ。7期生入ってきてた時他グループを出たんだけど、ひなのは気になってました。嬉しい。さすが。ゆっくんを初めて見つけた時は配信確か幕張のイベント。え、そうなの？幕張の、お、あれ？初リアル話し会の時？あちちゃん、ケーキありがとうございます。ひみかちゃん、ハートありがとう。みんなのゆなを知るきっかけを聞くのが楽しい。楽しい。あちちゃん、ハートありがとう。ナンバトルでゆなくん見つけてよかった、ありがとうちゃんとゆくんのモチベ早く抜け立てても、もちろんです。昨日の昼のみく新しい靴持ってたけど、なんかね、これめっちゃ目に入ったよいつもつけてくれてるやつ。はあはあはあ、ゆくんが配信しててもっちゃんとみゆがピンポン押しまくって乱入した。あん時あんな最近のショールームだったの。そうきっかけは最初のショールームなの。お披露目で、こんばんは、ふみかちゃんハートありがとう。女の子間に初めて投げ銭とか、嬉しい。あっちゃっちゃありがとう。これで名前つけてたら覚えてくれますか。もちろん。こんばんは。
あの頑張っていっちゃんつけたしみたいなこと言ってたかも。一回なるほどねやっと一致した皆さん見てか、また応援グッズ作るの近復活。おお、センスいいからな。ゆなちゃんハートありがとう。ねえ、長すぎて全部消って書いてたな。けどまた気が向いたら書いてねピュアラマの53日目。そっか、保育士してるの。嫌な可能性もそういうことがないように。ここいや、ゆくもゆくもおしめの仲良さんって理由で最後のつもりを話しかけておったのがきっかけ。すっごいありがとうねこんばんは。みんなさまざまなきっかけで嬉しいです。こうやって幸せな時間を共有、毎日共有できてて本当にありがとうございます。何をしてて毎日楽しい、嬉しい。こんばんは。全然気を悪くしてないよ。読んだよ、返信。先月グッドスプーンで遭遇した時、イナナ可愛すぎて口を押さえて可愛いしか言えない。会えてたの。アンナシちゃん、運命だ、ありがとう。ウーバーユナくん、はじめまして。4月27日みくっちゃんの枠回りで偶然見つけ、ピアラにみくっちゃ知ってなかったらピアラになってなかった。ありがとう本当に。きっかけはウェルビー公演初日を配信。それいっちゃんすごいですよね。あの鬼瓦のさ、ユナを見てさ押そうと思ってくれたって、もあれ以上にビジュアル悪い日ってないと思うほんまに。あのウィレビアイドル公演の初日よりもビジュアルが悪い日って絶対ないと思う。なくこまこんばんは。初めて団長上がった家にコーシックスさんって呼ばれてたけど、次回ちゃんと覚えて。さあ最初間違えちゃってごめんね。返信書いてる時間長い時あるみたい。マジ？チーズさん、たい焼きありがとうございます。おー、YNN なのやめて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 、ほんまにあかん、ほんまにやめてください。好きすぎて嫉妬して欲しくてちょっと意地悪い言うことあってごめんなさい。かわいい。私は最近グミと間違え、確かにハリポーって言っちゃう。先月美術公演初めて入ってめちゃくちゃなの輝いてた。ありがとうございます、嬉しい。初めて行った日は女の子でした。確かに女の子と思ってたよな、絶対。俺も今日のやつ送信できてなかったからちゃんとコピーしてたから助かった。あるね、ありがとう。純喫茶はなんかめっちゃキャラ作ってたから、あのなんかギターの人のそう、あのね、その日
あのポニテって固定ヘアがね、初めてポニテされるんで、公園の時ってほんまポニテきついねやんか。本当はこうやってこうやって押さえたら目つり目にならないんですけど、知らなくていいな、そんな教えてもらわなくて。こうやってさ、何番もこうもこうなるけど、こんなこうで出て公園。コロくん体験ありがとうございます。だから今は鬼瓦って呼んでる。調べないでください本当に。こんばんは。昨日声入れませんでした。今週頑張れません。かわいい、頑張ってね。そう、そういうあれ。見せないでいいです本当に。やめて、もう一生にある話やんとこ。これ以上この話が出回りたくない。可愛い湯でいさせてください。コラくん可愛い、ありがとう。明日はね、5時起きなので。今何時だ、今日は23時に1時間ぐらいショールームしたら終わろうかな。すべてのイナナが好き、ありがとう。俺よりは遅いな、なんぼ早いねんて。それがちょっと待って、やめておくと。お優しい。いやいや、ユナポニテールするときに3本止められてたんで。3本だったんで、ユはなんか振り回す人と思われてたから、髪の毛を。今日迎えありがとうございます。あっちゃさん、とうとうありがとうございます。アラプルさん、大輝ありがとう。イラのガムリ屋さんだからめちゃくちゃ尊敬する。全然、ありがとう、そうやってもらってて嬉しいです。なお、ありがとうね。こんばんは。もう23時か、早っ。あ、ゆなくんのやっほー。なっちゅんちゅん、たいきありがとうございます。こんばんは。けどね、寝る前にもね、ちょっとね、その3つあるうちの1個のやつのちょっとことをしないといけないんですよ、いろいろ。まだ寝れないんですけど、ゆうくんも。こんばんは。昨日なのにもピュアラさんにも会えて幸せだったって。前でかわいい、ありがとう。ユニバのすぐ横、ほらよほらよ、ユニバのすぐそこなの、ゼップベイサイドって。こんばんは。かわいいも面白いも大好きな、やったー、大好きな。ピアカツもありがとう。もう早く言いたくてしゃあない、言っていい。言っていいですか、1個ぐらい。編
信届いたよ。だってあんな変な返信するの一人しかいないもん。いいよ。あかん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 、もう行っちゃいそうな空気になってた。客観的に見て、あ、見ました見ましたけど、なんかあの時も慌ただしいな自分って思いました。あげましてあげまして。けどゆなほんまにさ、自己管理を頑張ろうって、なんかスケジュール管理忙しいからこそとか、なんかいろいろ学業との両立もあるからこそ、もっと時間管理っていうのかな、こんばんは、頑張らないとなって。わーめかわいい、ありがとうございます。マーミはね、ユナラブレターだよ。リアルもいつだけ送ると、マジで楽しみにしてます。こんばんは、ゆなくの絵はこれからもガチやで、ありがとう。え、そうけどね、スケジュール帳はね、なんかあんまり作ってないんですよね、実は。こんばんは。なぜかっていうと、ちょっとあんまり前もって予定がわからないんですよ、あのこの業界は。こう明日のさ撮影とかもなあるってなっても、時間がさ、いつも言ってるでしょ、この夜遅くに来たりするか、東君あなたもありがとうございます。だからね、ちょっとね時間管理厳しいってのはある、正直。まあ、何日とか日は分かるけどね。星カンパニーさん、ハートありがとうございます。なんか今日バビミカンってめちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。ふみかちゃんケーキありがとう。そうそうそう、こんばんは。だからできる限りのこと、それまでに分かってること、事前準備をちゃんとできるような人間になれるように頑張ります。例えば締め切りいかないとかあったら、ギリギリ何日までにやればいいと思うんじゃなくて、すぐにね送られてきた瞬間に済ませれるように。肝に銘じます。ヤナこんばんは、ハルこんばんは、ハル。そう、ナングラ、それな、ちょっとナングラ明日
ギリギリでギンギリになっちゃいますけど、それはさ、少量毎日やってるので、はい何やろうかね、もう決めてるんですよ。え、そう、昔ギリギリガールズってなんで知ってるんですかなんで知ってるんですか、ギリギリが好きって言ってたの。ちょっとギリギリに何でもこなす快感が好きって言ってたんですけど、なんで知ってるんですかねえ、ゆな自身をてれてれするやつめっちゃいいですよね。とりあえず向こうの一人暮らしの方のシーツ真っ白だから、それにちょっと今頭で想像してんねん。さすがにペンで黒く塗るのはあかんから、黒のガムテープを買ってきて、とりあえず丸めて貼っつけようかなっていう作戦でございます。でちょっとリボンでも巻いて、こうやってどうやって一人でやんねんって感じだけどなんとなく頑張ってやってみます。写真はタイマーでなんとか、ピッ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 、白シーツあるっけ今家ここにある、もうある、で今ちょっと待って、こんばんは、まあ、ちょっとも、しかしたらママと協力してやっといて、まあけど何グラで食って一緒に考えたってことになりますからねちょっとやっちゃうかもしれない、今明日やろうはバカ野郎ということで。じゃあランキング見ます。13位、いやーありがとう、よいちくん、よいちくんありがとう、団長おめでとうございます。11位、ひんくんありがとう、 TikTok のコメントもおめでとうございます。11位じさん、久しぶりです、川団長ありがとうございます。次はゆなてしくんだ、にゃんにゃー、やっほー、ゆなてしくん、なべちゃんだ、ありがとうございます。なべちゃん今日もありがとう。ないわ、星カンパニーさんコメントもたくさんありがとうございます。これからもよろしく。6位はゆうちゃん、毎日幸せ届けてくれるゆなに感謝、気づいてくれてありがとうどういたしまして。5位はイズミッタン、パフォーマンスもファンタイム世界一のゆなの再現再開いただきました、ありがとう。余裕はワイワイディースさんだ、 Thank you、 シェイシェイありがとう。そして3位はあちゃちゃん、おめでとう、初3位、あちゃちゃんありがとうございます。昨日から早速 Twitter もフォローもありがとうね、あちゃちゃん。2位はふみかちゃん、わあめっちゃ可愛い画像だ、チュッチュされてるふみかちゃん、可愛い、ありがとう、ほんと画像のセンスすごい、ありがとうねふみかちゃん。
1位はコロくん、ありがとう。1位おめでとう、コロくん。いつも来てくれたら1位になってくれてありがとう。こんな1位のコロくんに前セリフしたいと思います。ちょっと今日はソファーやからせっかくなんで、ソファーっていう小物を使って、萌えゼリフやからな。あ、3、2、1。うん、コロくん、こっちに来る？恥ずかしくなってきた。ふう、ありがとうございます。ありがとうございます。テレビありがとう、ありがとう。カラくん、かわいい、ありがとうございます。かわいすぎて止まってなって公園に行けないから毎日の配信で顔見るのが楽しみです。よかった。ヤギくん、チラ本当にとりあえずにもう一回って書いて素晴らしい、だって嬉しい。また公園で待ってます。一発ギャグもうしないですよ。かわいい、ありがとう。そんなセリフゆくんには早いって言いたくなります。いいしいし、今日も配信ありがとう、ありがとうございました。かわいい、ありがとう。今日めっちゃ可愛かった、大好き、ありがとう。これで何度も目あったね。じゃあ、うちくちタイム、可愛かった、おやすみ、ありがとう。今日も配信ありがとうございました。おやすみなさい。明日頑張ります。皆さんも明日からお仕事、学校頑張ってください。